5月5日、子供の日、11時15分過ぎです。今日の昼は、デミグラハンバーグ、鶏唐揚げ弁当と、糖質ゼロのビール、みかん、カットトマトとグリーンアスパラ、ニラと卵とニンニクの炒め物です。お弁当は、初めて金沢文庫のアピタへ車で行ってきました。5月5日日曜日、午後6時55分過ぎです。今日の夕食は、宮城県産さつき味とニラ玉、高松本店で購入した揚げかまぼこと人参と大根の煮物、プチトマト、糖質ゼロのビールです。5月6日月曜日、朝6時過ぎです。今日の朝食は揚げかまぼこと大根と人参の煮物、いわしの佃煮、大根おろしと白酢干し、豆腐とわかめの味噌汁、生姜の味噌漬け、ご飯です。5月6日月曜日、10時5分過ぎです。今日の昼はきつねうどん、りんご、カットトマト、カブの葉のおひたし、ひじきの入り煮です。5月6日月曜日、午後6時25分過ぎです。今日の夕食はマグロの刺身、食べっ子水族館カブの酢の物、プチトマト、イワシの佃煮、一番搾りです。5月7日火曜日、朝6時過ぎです。今日の朝食は納豆、カットトマト、玉ねぎときゅうりのサラダ、カブとカブの葉の味噌汁、味噌漬け、大根の漬物、味付け海苔、イワシの佃煮、ご飯です。